金井勝介五月二5月27日から1986年4月18日は日本の銀行家、省内銀行頭取、会長を歴任した。67銀行頭取を務めた金井成功の三男として山形県西田川郡大宝寺村に生まれる。旧制鶴岡中学卒業後、医師を目指し旧生第四高等学校に進むが在学中に両親を亡くし、 67銀行から強く入校を求められた。このため進度を変え、京都帝国大学経済学部に入学。卒業後、同校に入校した。1941年4月に合併によって、省内銀行が発足する際には、合併事務の統括を担当。商銀が誕生後には35歳にして支配人につき、営業部長と庶務部長を兼務した。 1949年、風間公衛門頭取の旧姓を受け、頭取に就任した。23年の在任中には、本店の新築、仙台、秋田、東京等の県内外の支店網の整備や拡充に努めたほか、経営の近代化も推進した。1972年以降は、会長、顧問を歴任。また、山形県公安委員会委員長。 山形県観光開発公社理事、省内ゴルフ社長なども務めた。1986年4月18日、呼吸不全で成去。去年80、鶴岡の大正寺に葬られる。ABC、新編省内人名辞典、P241 から 242AB、創業百年史、P310、ぶっこ者、辞典1983から1987。 ありがとうございます。